皆さんこんにちは。鈴木のセルボ SR と申します。私はこの度 HA36S 型現行のアルトターボのモデルからこの2代目のハスラーハイブリッド X ターボ4輪駆動モデルに買い替えをいたしました。買うつもりなかったのに試乗しに行ったら買ってしまったという顛末につきましては別の動画にまとめてありますので、ぜひそちらもご覧ください。また前に乗っていましたアルトターボ RS、 これもライトウェイトスポーツといえる奇跡の車として非常に私は評価しています。そちらのレビューや車載動画も上がっていますので、ぜひチャンネル登録の上ご覧ください。ではハスラーに話を戻します。このハスラー最初2014年に突如デビューいたしまして、排気系ばっかりのちょっとマンネリ感のあった軽自動車の中に新風を吹き込みまして、鈴木はもともとジムニーという世界屈指のというか唯一無二の小型クロカン SUV 本格的なものを持っていまして、そのノウハウをふんだんに入れ込んだモデルとして大ヒットしましたね。そしてこの2代目のハスラーは正常進化、見た目もよく似ていますけれども、ジムニーがそうなったようにちょっと見た目がシャープになってオフロード性能も少し上げてきたというところと、一番大きなのが安全性能と質感の向上、これがものすごく大きいです。特に安全性能についてスズキが持っている技術を全部入れ込んだものとなっています。では運動性能を見ていきましょう。まずはオンロード、乗り出して感じるのは、あ、乗り心地がいいな、静かなな、だけどちょっとふわっと船のような感覚があるなっていうのが第一印象です。この2代目のハスラーは前乗っていたアルトと同じハーテクトというシャシーを使っています。でこのハーテクトは基本的に軽量化技術のはずなんですが、この2代目のハスラーは全く軽量化されていません。むしろ確か数キロ重くなっているぐらいだったと記憶しています。ではその重さがどこに行ったのかというと、やはり質感と安全の機能、こういったところに振り分けられたと言えます。はい、ワインディングに入ってきました。前乗っていた車から160キロ重くなってしまいましたので、出足のもっさり感というのは常に付きまとうところではあるんですけれども、意外にも特にこういったワインディングに持ち込みますと、もうアルトと変わらないぐらいの運動性能を示しまして、何かこうドッカンターボの昔の軽自動車みたいに後からこう伸びてくるというような、そういう感覚がありますね。ワインディングはとても楽しいですよ。やっぱりエブリーとかスペーシアぐらいあれほど高さがないんで、まあ、仮にちょっとこれ足を固めたりすれば全然こうもうワインディングマシンになると思いますし、いろいろこう振り幅が広いいいバランスの車だなって感じますね。では高速合流します。はい、では高速道路行ってみたいと思います。買ってからずっと風の強い日が続いてまして、まあ、この日も風強かったんですが、やっぱり軽自動車らしく、例えばトレーラーの横を抜くとかね、トレーラーに抜かされるとか、そういう時、あるいはたまたま突風に吹かれた時とかね、そういう時はやっぱり振り回される感じはあります。ただこのようにですね、100キロでちょっと乱暴に車線変更したりしても、全然こう破綻しない。キュッとね、速い勢いでハンドル切ったりすると、やっぱり最初はグラッとロールするんですけど、その後がクッとついてきてくれるのでとても楽しいですね。で怖いところがないと言えると思います。で高速の直進線度も全く問題ないですし、静粛性もとても上がってます。大体パワーモードで高速道路走ると、1000回転ぐらい、回転数が高まりますね。で今大体100キロの巡航で回転数が2200ぐらいですかね。でパワーモード入れると、4000近くもありますので3200、そうですね、大体1000回転ぐらい速くというか回転数が高くなります。では
80巡航に落としてみます。80キロ巡航時の音はこんな感じですね。はい、ではこれからパワーモードに入れましたので安全に十分注意して0-100の加速の合流してみます。では行きます。はい、ではこの車にちょっと似つかわしくないんですけれども、パワーモードというものを入れまして0-100の加速も試してみました。やっぱりもっさり感はとても感じましたけども、合流等で日常的に使う分には全く動力は不足はないと感じます。ただですね、私は基本的にもう軽自動車はターボ一択なんですけど、もう皆さんにもターボを強くお勧めいたします。さて、オフロード性能、ちょっと本当はねもっとひどいガタガタの林道をお見せしたかったんですが、そこがまだ5月現在雪が残ってまして入れませんでしたので、ちょっと手ぬるいと思いますがご容赦ください。まずはちょっと石畳風のところを走っています。やっぱり最低地上高が高いのと乗り心地がいいので不安感がないですね。こちらはぬかるみ、ここからはブレーキ LSD の機能をオンにしています。まあ、オンかオフの違いはちょっとノーマルタイヤでもあるのでわからないと思いますが、結論から言うとやっぱ空転はとても少なくなってますね。ジムニーみたいなリジットアクセルとは違うんで、やっぱりすごく左右に揺られてタイヤもちょっと浮くというかね、ちぐはぐな感じはありますけども、もう十分ちょっとした林道、荒れた林道を走るぐらいであればとても頼もしい相棒と言えそうです。目玉の一つと捉えている方もとても多いんじゃないでしょうか。 ACC アダプティブクルーズコントロール、スズキの K としては初採用というものを試してみました。出ました、104。 GPS だと100ですね。今ペダルは、私もこれはあまり慣れない機能なんですけれども、やっぱり便利だなと思いました。もうじき速度の遅い車両が出てきます。マルチインフォメーションディスプレイで全車を捉えました。接近してきましたので減速してます。アクセルオフしてます。ブレーキもかけてますね。またちょっと多少加速して、今多分パーシャルですね。はい、しっかりと、同じ車間距離を空けつつ、全車を追従しています。そして視界、これがとてもいいです。あの車はボディが四角いので、こう距離とか位置をつかみやすいということと、リアにウィンドウが追加されたこと、また非常にフロントウィンドウが広いですよね。普通車乗ってるみたいな不思議な感じがあります。もうスズキマジックですよね。ここは先代のハスラーの改善点の話としてよくあったらしいのが、信号待ちの時に信号が見えづらいっていう話が結構多かったらしいんですけど、この新型はフロントウィンドウの上の方に切り欠きができてまして、特段見えづらいという印象は持ちませんでした。はい、そして積載力の高さが私非常に気に入ってます。この運転席の後ろのドアポケットも2つあったりとか、助手席の方にもちゃんと1つありますし、あとはグローブボックス、そしてその上のアッパーのボックスですとか、細かいところの積み重ねがいいと思いました。でワゴン R からおなじみのこの助手席下のボックスもあります。私はアウトドアやってまして、バスケットを2つ持ってたんですが、そのうちの1つはですね、この各種増えました収納の場所にどんどんと移動ができましたので、バスケットが1つで済むようになりました。私自転車もやってましてですね、だいたい手に入る中では一番大きいホイールサイズの29インチの、まあ、ロードレーサーに太いタイヤ履かせたみたいに思っていただければいいサイズ感なんですが、それもフロントホイール外すだけで難なく入ります。積み方のバリエーションはいろいろもっとあると思います。
で、私実はカヤックも今年からやろうと思いまして、まあ、手に入る中で一番小さいと評判のカヤックを買ってみたんですが、予想外の大きさにびっくりしてるんですけども、これも問題なく乗ります。ただこれ横着して、ね、撮影用のセンターポールつけたまま乗せてますので、ちょっと後方視界、横の視界を邪魔してますけども、もうちょっと寝かし込むことができるはずなので、一応車内に乗せて運搬することはできそうだと。分割加工でいろいろなシートアレンジができるので、車中泊などにも向いていると。私アルトで車中泊キットを作ってまして、それをちょっと応用して改造すると、あの助手席側に伸ばしたこの部分ですね、そこもフラットにしてまっすぐに寝られるようになるんじゃないかなということを画策しています。とても便利です。これカタログに載ってないんですけど、フロントとリア合計2つですね、シガー電源があるんですよ。これ素晴らしいですよね。これが標準装備というのがすごいと思います。リアルームランプですね、まあ、この手の車には当たり前なのかもしれないんですけれども、私個人的には初めての装備になりますので、とても便利だなと思いました。はい、では質感、向上した質感はどういうところにあるんでしょうか。ドアが異常に重いんですよ。高級感のあるどっしりとした音を出してくれます。そして、細かいところですが、ワイパーがですね、とても静かでしっかりと拭いてくれる高級感があります。ワイパー作動、非常に静かです。そしてきっちり拭き取ってくれます。次にこのマルチインフォメーションディスプレイ、私先代のハスラーのインパネットメーターが正直嫌いでありましたけれども、まあ、ちょっとそのコミカルな感じがダメだったんですが、今回は機能性、そして見た目、非常にナチュラルになりまして使いやすく感じます。はい、次は燃費ですね。 Nチャージ、 S、 Nチャージから培ったマイルドハイブリッドが搭載されてまして、この辺の所作はさすが鈴木熟練だなっていう風に感じます。アイドリングストップは10キロ以下になると自動的に行われまして、再始動はセルモーターを使わずハイブリッド用のモーターでやりますので、すごく静かです。でただですね、このハイブリッド用のバッテリーの容量がとても少ないので、長い下り坂とかでエンジンブレーキをかけると、エンジンブレーキをかけたほどですね、ギアを落としたほどどんどんと充電してくれるんですけども、使い切るのもあっという間なんですよね。だから捨てている電気も多いし、足りなくなる電気もたくさんあるということで、そこがちょっともったいないなと思います。はい、ではまとめといたしまして、まずはちょっと気になったところ。私、フットパーキングブレーキが嫌いなんですけれども、この車は SUV でありますので、悪路を走ったりするわけですよね。ちょっと進んで降りて、また乗り込んで、ちょっと始動してとかね、そういったことを繰り返したりするときに、動線がおかしいというふうに思います。この辺は軽自動車の方にも電子パーキングブレーキが早く普及してきてくれればなと。で、あと細かいところなんですが、おそらくは泥はけの良さとか、デパーチャーアングルの改善で、面白いリアのバンパーが切り欠き斜めにされてまして、でこれが多分影響してるんだと思うんですけど、リアのドア周りがすごく汚れやすいですね。あのウェット路面を走った時に。というわけで、てんこ盛りでちょっと急ぎ足でご案内してきましたけれども、とてもいい車だし、私のアウトドアをやりながらの、かつ運転も楽しみたいという用途には、まあ今のところベストかなって言えると思います。ただですね、やっぱりその ACC とか安全装置いろいろついてまして、何でも車がやってくれるっていうことですね。ライトもつけてくれるし、ハイビームもしてくれるし、後ろに障害物、前に障害物あればピッと教えてくれるということで、まあややもすると運転の楽しみが削られてしまっているという印象を持つ方も多いんじゃないでしょうか。
で、ただ走行性のところで先ほど申し上げた通りワインディングとかの楽しさ、そういうところもちゃんとあるので、まあ、月並みですけれども MT 仕様を一つやっぱ設定してほしいですね。やっぱり先代もリフトアップしたりしてオフロード仕様で使ってる方なんかもいらっしゃいますから、まあちょっとだから車体が重い分ですね、ダイレクト感があるシフトフィールでより楽しく乗れるハスラーっていうものを一つ提案していただくのもいいのかなというふうに感じました。それでは最後までご視聴ありがとうございました。今後も燃費の報告とか感じたこと、いい点悪い点ですね、そういったことをどんどんと更新していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の上今後もご覧ください。それではまたお会いいたしましょう。さよなら。